アポロ16号はアメリカ合衆国のアポロ計画における10度目の有人宇宙飛行である。史上5度目となる月面着陸を果たした。また月の高地に着陸するのはこれが初めてのことで月面車を使用して長期間の月面滞在をする J 計画としては2度目の飛行であった。ジョン・ヤング船長、チャールズ・デュー9月着陸船操縦士。 ケン・県マッティングリー司令船操縦士の3名の宇宙飛行士を乗せたサターン5型ロケットは1972年4月16日午後12時54分フロリダ州ケープカナベラルのケネディ宇宙センターから発射され4月27日午後2時45分に帰還するまで11日間と1時間51分に渡る飛行を行ったヤング船長とデューク飛行士は 月面で71時間、ほぼ3日間を過ごし、この間に通算で20時間と14分に及ぶ3度の船外活動を行った。また使用されるのは今回で2回目となる月面車で 26.7km を走行した。両名が地球に持ち帰るために月面で 95.8kg のサンプルを採集する一方で、マッティングリー飛行士は指令。 機械船で月を周回し、月面の観測を行った。マッティングリーが、軌道上で過ごした時間は126時間、月周回回数は64回であった。また、ヤングとリュークが、軌道上で、サイドッキングを果たした後、機械船からは観測用の小型衛星が放出された。地球への帰還途中、マッティングリーは、機械船から、 フィルムのカセットを回収するために1時間の船外活動を行った。16号は月の高地に着陸したことにより、月の海に着陸したそれ以前の4回の飛行で、集められたものよりも地質学的に古いサンプルを集めることができた。また、デカルト高地及びケイリークレーターで発見されたサンプルを分析した結果、その地形が 火山活動によって形成されたものであるという仮説が誤りであることが証明された。マッティングリーはもともとはアポロ13号の正搭乗員だったが、補助搭乗員だったデュークが子供の一人からマシンのウイルスをもらっており、結果としてウイルスにさらされることとなった。マッティングリーは罹患していなかったものの、打ち上げの3日前に補助搭乗員のジャックス・ワイガートと交代させられた。 海軍軍人である船長のヤングは、この飛行以前にもジェミニ3号、ジェミ20号、アポロ10号で宇宙に行ったことのあるベテランだった。また、アポロ10号では月を周回した。デュークは、アポロ10号では補助搭乗員を、アポロ11号では宇宙船通信担当官を務めていたが、1966年に NASA によって選出された19人のアポロ計画の 宇宙飛行士の中ではまだ一度も宇宙に行ったことがなかった。公式には発表されていないが、当初予備搭乗員は、ヘイズ、ウィリアム・ポーグ、ジェラルドカーで構成されていた。彼らはアポロ19号で正搭乗員を務めることになっていたが、1970年9月にアポロ18.19号の中止が最終決定されたことにより、彼らが月飛行をすることはなくなった。 その後ルーサとミッチェルはアポロ14号の飛行から帰還した後、再度16号の予備搭乗員に任命され、一方でポーグとカーはスカイラブ計画に配置されスカイラブ4号で飛行することとなった。16号の気象はアメリカを象徴する白頭足と赤、白、青の盾をモチーフとし、背景の灰色は月面を表している。盾の上にある金色の線は、 NASA のシンボルであり、月を周回していることを表す。金銭で縁取りされた青い外枠の中には、ヤング、マッティングリー、デュークの飛行士の名前と共に計画名に相当する16個の星が描かれている。この気象は飛行士から提出された案をもとにデザインされた。16号は月面に3日間滞在し、月面車を使用して科学的探査の能力を、 増強させた J 計画の2回目の飛行を実行することになっていた。アポロ計画においては、最後から2番目の飛行であり、危機器や月面での実験について、新しい項目が追加されることはなかったため、最後の16号と17号は、月の特性について理解が不十分だった、いくつかの点を解明する機会を飛行士たちに与えた。16号以前の飛行で持ち帰られた資料は、 月の内部から噴出した溶岩が低地や盆地を覆ったことによって形成された月の海からのものであり、月の高地については人類は未踏破の状態だった。14号と15号が着陸してサンプルを回収したのは雨の海の周辺域で、そこは今から30数億年前に巨大な隕石が衝突し、 その時月の内部から噴出した物質が堆積したことで形成された場所だった。これに対し月の高地には海の領域とは異なる地質学的現象が広範囲に存在していた可能性があった。いくつかの科学者グループは月の中央高地は地球の火山活動で造成された領域と似通っていると主張し同じことが月でも起こったのではないかという仮説を立てた。 彼らは16号の科学的成果がその答えを導き出してくれることを期待していた。16号の着陸地点アポロ14号が撮影した16号の着陸候補地の拡大写真。やや斜めの角度から撮影されている。左側がノースレイクレーター。右側の明るく見えるのがサウスレイクレーターである。十六号の着陸地点には、当初は幹の海の西部にある。 デカルトコーチとアルフォンサスクレーターの2箇所が候補に挙げられていた。望遠鏡や月周回軌道上から撮影した写真を分析した結果、科学者たちはデカルトコーチのケイリークレーターにまず第一に興味を抱いた。その地形は月の海を形成したものよりも粘度の高いマグマによって作られたと思われたからである。周囲にあるクレーターの数から、 ケイリーは雨の海とほぼ同じ時期にできたものであると予想された。また、デカルトコーチの位置は16号以前のアポロ計画の着陸地点とは大きく距離が離れていたため、ここに惑星物理学的観測機器を設置すれば、12号以降で月面に置かれたアポロ月面実験装置群との間で有効なネットワークが形成されることが期待された。 これに対して、アルフォンサスクレーターでは、主要かつ最重要の関心事として3つの科学的目標が設定された。1つは、クレーター壁内部から海ができる以前の隕石の衝突で生成された物質を発見すること。2つ目は、クレーター内部から資料を採集すること。そして3つ目は、暗い5個を持つ周辺にあるいくつかの小クレーターの底から。 過去の火山活動の痕跡を発見することである。地質学者たちはしかしながら、クレーターから採集されたそれら古い時代のサンプルは、後に雨の海を形成した巨大隕石の衝突によって変質してしまっており、海が誕生する以前の岩石は採集できないのではないかと懸念していた。さらに14号と15号で得られたサンプルは、16号で採集されるであろう。 資料の科学的要求をすでに満たしてしまっている可能性もあった。この時点で14号のサンプルはまだ完全に分析が終わっていなかったし、15号に関しては手もつけられていない状況だったのである。そのような経過で16号の着陸地点はデカルトコーチに決定した。これに伴い、アルフォンサスは17号の着陸候補地点となったが、 最終的には除外されることとなった。一方で14号が軌道上から撮影した写真を分析した結果、デカルトは十分に安全な着陸地点であると判断され、さらに具体的な目標地点も直径1000メートルのノースレーと直径680メートルのサウスレーという二つの若いクレーターの中間と定められた。このクレーターは隕石の衝突によって形成されたもので、 レゴリスを貫通する天然のドリルコンがあるため、月面にさらされた基板岩を採集できるものと期待された。ニューメキシコ州のリオグランデ峡国で訓練するヤングとデューク着陸地点が決定した後、16号の採集目的はデカルトコーチとケイリークレーターという二つの地質学的単位からサンプルを収集することであると定められた。多くの科学者はこの地形は、 火山活動によって造成されたものではないかと考えていたが、後に16号が持ち帰ったサンプルを分析した結果、この仮説は誤りであることが判明した。飛行士らは月面で用いる技術や知識を習得するため、広範な訓練計画に参加した。その中にはいくつかの地質学のフィールドワークも含まれており、彼らが遭遇するであろう。 地質特性を持つ場所を訪れ、それについての科学的な説明を受けた。例えば1971年7月、彼らはアメリカの宇宙飛行士として初めてカナダのオンタリオ州にあるサドバリーを訪れた。地質学者がここを選んだのは、この地には約160万年前に巨大隕石の衝突で作られた直径60マイルのクレーターが存在するからであった。 サドバリー盆地には、シャッターコーンという隕石の衝突があったことを示す、珍しい地質があり、飛行士らはこれを見て、隕石衝突の地質的特性について習熟した。また彼らは訓練中に、宇宙服こそ着なかったものの、生命維持装置を模した大きな無線装置を背負い、月面で実行することになる手順について確認した。フィールドワークの一方で、飛行士らは、 新型宇宙服の使用訓練も受けた。これは地球の6分の1という月の重力や月面での資料の収集、月面車の操作、さらには地球への帰還と着水に適応させたものだった。さらに訓練の中には飛行に関する様々な技術を習得するのはもちろんのこと、もし万が一司令船が地球に帰還した際、 予定とは大きく離れた場所に着陸してしまった場合に、備えてのサバイバル訓練なども含まれていた。ケネディ宇宙センターから発射される16号。1972年4月6日16号の発射は、当初は3月17日に予定されていたが、アポロ計画においては初めて技術的な問題により4月16日まで遅延した。この間に、宇宙服、宇宙船の分離装置、 月着陸船のバッテリーなどに改良が施され、試験された。指令船のドッキング用リングを切り離すための爆発ボルトについては、十分な圧力が得られずリングを完全に分離できないのではないかという懸念が持たれていた。またヤングの宇宙服の可動性や着陸船のバッテリーの容量が変動してしまう問題などについては、早急な調査と、 問題解決が求められていた。発射を3ヶ月前に控えた1972年1月、主令船の燃料タンクが定期点検中に損傷するという事故が発生した。このため、ロケット全体は急遽垂直組み立て棟に戻され、燃料タンクが交換された。再び発射台に戻ったのは2月のことで、発射スケジュールには何とか間に合わせることができた。 正式に秒読みが開始したのは1972年4月10日午前8時30分で発射の6日前のことであった。この瞬間にサターン5型ロケットの3段べてが起動され、また宇宙船内に飲料水が補給され始めた。秒読み開始に伴い飛行士らは発射に備えて最後の訓練を行った。4月11日。 発射前の最後の健康診断が行われた。4月15日、宇宙船へ液体水素と液体酸素が充填され、飛行士らは翌日の発射に備えて休息を取った。1972年4月16日12時54分、アポロ16号はフロリダ州ケネディ宇宙センターから発射された。打ち上げは正常だったものの、飛行士たちはそれ以前の飛行と同様、 機体の激しい振動にさらされていた。第1弾 SIC と第2弾 S2 の切り離しは正常に行われ、宇宙船は発射から12分後に地球周回軌道に投入された。軌道到達後、飛行士らは無重力状態に体を適応させると、共に第3弾 SE 部,部のエンジンを再転化し機体を加速して月へと向かう繊維軌道投入に備えた。 軌道周回中、宇宙船の環境制御装置や、第三弾の姿勢制御装置で、いくつかの技術的問題が発生したが、繊域軌道等入準備の間に解決することができた。軌道周回2周目で、第三弾のエンジンが再点化され、ちょうど5分間の燃焼により機体は、時速2万2000マイルまで加速された。第三弾の燃焼終了後、飛行士を乗せた指令、 機械船はロケットから分離し、15メートルほど前進した後180度向きを変え再度引き返し、役目を終えた SE 部に収納されている月着陸船とのドッキングに向かった。操作は問題なく行われ着陸船は SE 部から抽出されたが、ドッキング終了後、飛行士らは着陸船の外部が細かい破片のようなものに覆われていることに気づいた。破片は 船体の一点から放出されており、その部分は外壁がちぎれるか避けているように見えた。デュークが観測したところによると、破片が放出される数は1秒間に5個から10個ほどと見られた。ヤングとマッティングリーは、ドッキングトンネルをくぐって着陸船の内部に、入り機器の点検を始めたが、特に問題は見られなかった。繊維軌道に乗ると、受動的応とど管理の操作が始められた。 これは俗にバーベキューロールとも呼ばれているもので、船体を中心軸に沿って1時間に3回転させ、太陽光線によって受ける熱を船体表面に均一に分布させるものである。その他の様々な航海のための準備を終えた後、飛行士らは最初の眠りについた。発射から15時間後のことであった。 16号が繊維軌道上で撮影した地球飛行第2日目、管制センターが目覚ましのための警報音を鳴らしたとき、宇宙船は地球から約18万千キロメートルの地点を秒速1 6 2 2ルで飛行していた。月周回軌道に到達するのは飛行第4日目であるため、2日目と3日目は大部分が宇宙船の点検や科学的探査などに費やされた。 この日には電気営動の実験が行われた。これは14号でも実施されたもので、ゼロ重力下での分子の移動を検証するためのものであった。また機械船の主エンジンを2秒間噴射しての軌道修正も行われた。有告には飛行士が再度着陸船に入って機器の点検を行ったが、この時着陸船のアルミニウムの外壁の別の箇所で、 塗装が剥げ落ちているのが確認された。この点を除けば宇宙船のシステムは全く正常であると飛行士たちは報告した。点検終了後、後日の月周回軌道侵入のためのエンジン噴射に備えて点検項目と手順の再確認が行われた。この時司令船操縦士のマッティングリーは ジンバルロックを警告するランプが点灯していることを報告した。ジンバルロックとは、姿勢制御系のジャイロの三軸のうちの二つが同一平面上に揃ってしまう現象で、これが発生すると宇宙船の姿勢を示すデータが得られなくなる。マッティングリーは太陽と月の位置を観測して誘導システムを再調整し、この問題を解決した。この日の終わりに宇宙船は、 地球から26万キロメートルの地点にまで到達した。飛行3日目の初めに16号は地球から29万1 0 0 0トルの地点に到達した。月の重力圏にはまだ到達していなかったため、この時点では宇宙船の速度は減少を続けていた。3日目の前半はもっぱら船内のメンテナンス及び、 ヒューストンの管制センターへの現状報告に費やされた。この時、アポロ先行実験が実施された。宇宙船が暗闇に入ると、飛行士たちは目を閉じているか否かに関わらず目の前を横切る先行のようなものを目撃した。これは16号以前のアポロ計画の飛行士たちが皆、経験していた現象であり、宇宙船の粒子が眼球を貫通することによって起こる。 ものではないかと考えられていた。この日の後半にヤングとデュークは再度着陸船に入り、機器を起動した。システムを点検すると、すべて機体通りに機能していることが確認された。この後両名は宇宙服を身につけ、月面で行う作業の予行演習をした。発射から59時間19分45秒後、飛行第3日が終わる直前に宇宙船は、 月の重力圏に入り、再び速度を増し始めた。地球からの距離は178,673回り、月からは33,821回りの地点であった。第4日目の気象後、飛行士らは月周回軌道侵入の準備を始めた。月面から29万 1000km の地点で、 機械船の科学機器搭載区画を覆うカバーが切り離された。発射から74時間後、宇宙船は月の裏側に入り、管制センターとの通信が途切れた。この時 SPS エンジンが6分15秒間、噴射され、金月点 108.0km、円月点 315.6km の月、周回軌道に侵入した。 この後直ちに高下軌道侵入操作が行われ、金月点は 19.8km にまで低下した。4日目の残りの時間は、月面の観測及び翌日に迫った、ドッキング切り離しと着陸の準備に費やされた。着陸直後に、オディオンの窓から撮影された月面の様子第5日、気象も直ちに飛行士らは着陸船を起動し、切り離しのための準備を開始した。 この時機械船の科学機器搭載区画にある質量分析機の指示棒は半分しか伸ばされていない状態にあったが、これは着陸船を切り離した後にギャングとデュークが目視で状態を確認できるようにするために取られた装置だった。両名は予定よりも40分早く軌道と点検のために着陸船に入ったが、点検過程で 多くの遅れが生じたため準備が完了したのは予定の10分前のことであった。発射から96時間13分13秒後、着陸船、オリオンは、マッティングリーが登場する、指令、機械船、キャスパーから切り離された。2機の宇宙船が金月点を通過する間、マッティングリーはキャスパーを円軌道に乗せるための準備を、始め、一方で、ヤングとデュークは、 月面降下に備えた。だがマッティングリーが軌道修正に必要な指令、機械船のロケットエンジンを点検しているとき、エンジンのバックアップシステムに問題があるのが発見された。手順に従えば、この場合着陸船は降下を中止して指令船と再ドッキングしなければならなかった。 もし万が一機械船のエンジンが点火しなかった場合、地球に帰還するためには着陸船のエンジンを使用する必要があったからである。数時間の検討の結果、管制センターはこの問題は解決できるものと判断し、ギャングとリュークに着陸続行の指令を出した。この結果、月面への降下は予定よりも6時間遅れて再開した。この遅れの影響で、 降下開始時点の高度は 20.1km という、これまでのどの飛行よりも高いものとなった。高度約 4000m まで降下した時、ャングは着陸地点全体を見渡すことができた。予定通りの時間に水力を絞り、高度 2200m で目標地点に向けて、機体を前方に傾けた。 発射から104時間29分35秒後の4月21日午前2時23分35秒、オディオンは月面に降り立った。着陸地点は予定よりも北方に270メートル、西方に60メートルほどずれていた。着陸後、ヤングとデュークは電力節約のために着陸船のいくつかの機器をパワーダウンした。初期設定を完了させると、 両名はオリオンを月面における3日間の滞在モードに調整し、宇宙服を脱ぎ原根の着陸地点に関する地質学的観測を行った。その後初めて食事をとり、船室の環境を調節して月面における最初の睡眠に入ったが、指令、機械船の主エンジンの問題によって生じた遅延により、スケジュールにはかなりの調整が必要になった。 月面での探査を終了した後、16号がつき、周回軌道上に滞在できる時間は1日以下だった。これは消耗品の消費を抑えるためのギリギリの線であり、もし何か問題が発生した場合には、この時間内に対処しなければならなかった。また、第3回目の船外活動の時間は7時間が予定されていたが、 両飛行士の睡眠時間を延長するため5時間に減らされた。月面で正常期に敬礼するヤング翌日の飛行第5日目、ヤングとデュークは朝食を取った後、第1回船外活動の準備を始めた。宇宙服を身につけ船内を減圧し、ハッチを開けると、ヤングは着陸船のはしごの上にあるポーチと呼ばれる場所に立った。この時デュークがここまでの飛行で発生した。 廃棄物を詰めたゴミ袋を手渡した。この袋は、この後月面に投棄された。次に、船外活動で使用する機器が入ったバッグが先に、月面に降ろされた。その後ようやくヤングははしごを降り、月面に足を踏み下ろした9人目の人類となった。この時の干渉を、彼は、このように表現した。見たまえ神秘的で知られざるデカルトだ。高地高原だ。 アポロ16号がお前のイメージを変えてみせる。私は本当に安心した。ここには、あの、ブレアラビットがいる。ちゃんといるべき茨の畑に。デュークもすぐに合流し、彼は、史上最も若い36歳で月面に降り立った人間となった。デュークは、自らの興奮を次のように表した。素晴らしい。あの足跡は今初めて月面に記されたんだぜ。 とに、両名の月面における最初の仕事は月面車と紫外線分光器及びその他の機器を着陸船の格納庫から下ろすことだった。この作業は支障なく行われたが月面車を試験走行してみたとき輪の操舵装置が動かないことが分かった。ヤングがこの問題を管制室に伝えたのはデュークと協力してテレビカメラを設置し月面に 正常期を立てる前のことだった。この日の次の任務は、アポロ月面実験装置群を配置することで、この作業は月面車に搭載されているカメラで追跡する必要があった。車両を移動させたところ、原因は不明だが突然後輪のステアリングが正常に機能し始めた。 一方で熱流束の観測機器を設置しているとき、ヤングは誤って、機器のコードを足に引っ掛けて引きちぎってしまった。この観測機器は、アポロ13号では着陸船、アクエリアスと共に大気圏で燃え尽き、15号でも失敗に終わったものであった。アルセップの設置を終えた後、飛行士らは周辺のサンプルを回収した。 着陸船周囲で4時間の船外活動を行った。あと、両名は月面車に乗り最初の地質学的調査地点である、プラムクレーターに向かった。プラムは直径290メートルのフラッグクレーターのヘリに、ある直径36メートルの小クレーターであった。科学者らは、フラッグクレーターは上層部のレゴリスから下部の経理地層までを貫通していると考えていた。 着陸船から1 2 4トル離れたところにあるフラッグクレーター周辺で資料を集めている際、ヤングは完成室の要求に応え、アポロ計画で得られたものの中で最大のものとなる、隠れ機関のサンプルを採集した。この石は計画の主任研究員、ウィリアム・ミュールバーガーにちなんで、後にビッグ・ミューレイと名付けられた。この日の次の訪問地は、 着陸船から 1.6km のところにあるバスタークレーターだった。ヤングがそこで磁場測定実験を行っている間、デュークはストーンさんとサウスレイクレーターの写真を撮った。この時科学者らはデカルトコーチが過去の火山活動で形成されたものだとするこれまでの仮説に疑念を抱き始めていた。なぜなら二人の飛行士はこの時点で未だに 火山で生成された物質を発見できていなかったからである。バスタークレーターにいる間、ヤングは月面車のデモ走行を行い、リュークがその様子を1 6ト、mm、ルフィルムのカメラで撮影した。着陸船に戻ってアルセップでさらなる任務を完了した後、両名は月面活動を終了した。船内に戻ったのは、 船外活動を開始してから7時間6分56秒後のことであった。ハッチを閉めると、飛行士らは船室を加圧し、管制室にいる科学者たちと30分ほど意見交換をした。その後船室を就寝モードに設定し、睡眠をとった。ストーンさんの麓での様子第6日、両飛行士は予定よりも30分早く起床し、管制センターとこの日の予定について協議した。 第2回戦外活動の主要な目的は、ストーン山を訪れ、約20度の傾斜を上り、着陸船から 3.8km のところにある、シンコと呼ばれる5つのクレーターが集合する場所を訪れることだった。準備が完了すると2人は直ちに月明者に登場し、最初の訪問地であるシンコクレーターに向かった。彼らは目的地で標高メートルまで到達し、 アポロ計画で着陸船に対して最も高いところまで登ることとなった。ストーンさん山腹からの光景をデュークは絶景と表現し、周辺でサンプルを収集した。54分間の活動の後、二人は月面車に戻り、第二の目的地であるステーション後という直径20メートルのクレーターに向かった。そこでは着陸地点の南にある サウスレイクレーターの噴出物を浴びていないデカルト高原の標本が採集できるものと期待された。飛行士がそこで採集したサンプルは、起源は明らかではなかったものの、地質学者のドナルド・ウィルヘルムスは、間違いなくデカルトのものだとかけてもよいと後に語った。次の目的地ステーション6は、直径10メートルの濃淡のあるクレーターで、経理地層の証拠として、 より高度の高い土壌が採集できるのではないかと思われた。ステーション7は時間節約のために省略された。次のステーション8はストーンさんのふもとに近い山腹だった。そこで両名はサウスレークレーターから伸びるレと呼ばれる放射線状の模様の上で1時間ほどサンプルを採集し、白黒の隠れ気眼と社長席に富む結晶の線が入った。 小さな石を発見した。ステーション9は空間地と呼ばれているところでサウスレーの噴出物の影響を受けていない場所であると考えられていた。そこではサンプルの収集に40分を費やした。ステーション9を出発してから25分後、両名はこの日の最終目的地であるアルセップと着陸船の中間地点に到着し、 アルセップの東50メートルの延長線上に穴を掘っていくつかの土壌貫入の実験をした。ヤングとデュークの要請で活動時間は10分延長されて、総計で7時間23分26秒に達し、15号までの記録を更新した。その後二人は第2回の月面活動を終えて着陸船に戻り、ハッチを閉めて船内を加圧した。 夕食を済ませて管制センターにこの日の活動について報告を終えると、船室を就寝モードに設定して睡眠をとった。シャドウロックの影に立つデュークハウスロック飛行7日目は月面活動の最終日であり、この後飛行士らは、軌動場で待機するマッティングリーガ乗ル指令、機械船とサイドッキングをすることになっていた。第3回船外活動では、両名は、 アポロ計画で宇宙飛行士が訪れたクレーターの中では最大のものとなる着陸地点北部にあるノースレイクレーターを探索する予定であった。月面車でオリオンを出発し0 8トルほど離れてから震度を北に向けそこから1 4トル離れたところにあるノースレイに向かう。途中までは月面は平坦で石も少なく道のりは順調だったが 近づくにつれて、石は大きくなり、その数も増えてきた。クレーターのヘリに到達した時、彼らは着陸船からは4 4トル離れていた。到着後、直径1トル深さ2 3 0ルに及ぶノースレイの写真を撮り、その後、ハウスロックという名の4階建てのビルよりも高い巨大な岩石を訪れた。ここで採集されたサンプルは、 デカルト高原の火山起源説が誤りであることを最終的に証明するものとなった。ハウスロックの表面には流星人が衝突したことを示す無数の小さなクレーターがあった。1時間22分後、両名はノースレイから 0.5km のところにある多くの大きな岩石が転がるステーション13に向けて出発した。その途中、 下り道を走行している時に彼らは時速、17. 1 7 1トルという月面車の速度記録を達成した。ステーション13では高さ3メートルほどもある岩を発見しシャドウロックと命名した。そこで彼らはおそらく何億年も前から影の中にあったであろう土壌を採集した。この時軌道上のマッティングリーは約六時間後のヤングラの帰還に備えて 指令、機械戦の準備をしていた。3時間6分後、両飛行士は着陸船のところまで戻っていくつかの実験を完了させた。その後ヤングは月面車の廃車の準備を始めた。特等席と呼ばれる着陸船から約90メートル離れた場所まで車両を移動させる。地上の管制官が遠隔操作で月面車のカメラを操作して、 そこから着陸船が離陸する場面を撮影するのである。一方でデュークは、その間、家族の写真と空軍の記念メダルを月面に置いた。その後両名は、着陸船内に戻り、5時間40分に及んだ、最後の月面活動を終了した。船室を加圧し、月周回軌動機関のための準備を始めた。月面から離陸する。 着陸船の上昇弾発射8分前、宇宙船通信担当官のジェームズ・アーウィンがヤングとデュークに離陸に備えるよう指示した。2分前、両名は安全装置と緊急停止のボタンを解除し、発射に備えた。エンジンが点火された瞬間、爆発ボルトが起爆して上昇弾と加工弾が切り離され、ギロチンに似た構造の装置がケーブルを切断した。 発射から6分後、上昇弾は時速 5000km で月周回軌道に到達し、その後マッティングリーが乗る指令、機械船と無事にランデブーとドッキングを果たした。ハッチが解放される前、着陸船から指令船に月面の細かい粒子が流れ込むのを極力抑えるために船内が清掃された。ハッチが開かれ4日ぶりにマッティングリーと合流すると、 ヤングとデュークは採集したサンプルを地球に持ち帰るため、指令船に移し、睡眠をとった。空になった上昇段は、アルセップの地震計で、地震波を観測して、月の内部構造を探るため、翌日意図的に月面に衝突させられることになっていた。翌日、最後の点検が終わった後、用済みとなった上昇段は切り離されたが、ハッチを封鎖する前にあるスイッチが、 ON になっていなかったため、着陸船は分離された後、不規則な回転をはじめ、軌道から離脱するために必要なロケット噴射が実行できなくなってしまった。このため最終的に月面に衝突するのは、計画終了から1年近く経った時のこととなった。着陸船切り離し後の飛行士らの次の任務は、 機械船の科学機器搭載区画から小型衛星を月周回軌道に放出することであったが衛星放出のために要求されていた指令。機械船の軌道修正が中止された結果、小型衛星は当初期待されていた寿命の半分ほどで月面に墜落することになった。それから5時間ほどの後、月周回65周目に地球への帰還軌道に乗るために、 機械船の SPS エンジンが点火された。数日前に問題を発生させて月面着陸の時間を遅らせることになった SPS の噴射は今回は問題なく行われた。新宇宙での船外活動を行い機械船からフィルムのカセットを回収するマッティングリー飛行士地球から31万キロメートルの地点でマッティングリーは 船外活動を実施し、機械船の科学機器搭載区画からフィルムのカセットを回収した。また彼は船外にいる間、微生物生態評価装置を設定した。ミドは16号でのみ行われた実験だった。飛行士らは他に様々な雑用や機器のメンテナンスを行い、その後夕食をとってこの日を終えた。最後から2日目は大部分が実験に費やされた。 またこの日の後半には20分間の記者会見が行われ、ヤングラはヒューストンのジョンソン宇宙センターに詰めている担当記者たちが用意した計画に関する技術的な質問やプライベートな質問に答えた。多くの雑用に追われる中、飛行士らは翌日の大気検査突入に備えた。この日の終わりに宇宙船は地球からおよそ14万 3000km の位置を 秒速2100メートルで飛行していた。カプコンのアンソニー・イングランドが3人を起床させたとき、宇宙船は地球から8万3000キロメートルの位置を秒速2700メートルで飛行していた。太平洋に着水するちょうど3時間前に最後の軌道修正が行われ、速度が秒速0.43メートル変更された。再突入の約10分前、 三人を乗せた円錐形の指令船が機械船から切り離された。機械船はこの後、高温と衝撃により、大気圏内で分解し消滅した。飛行開始から265時間37分後に、指令船は秒速約1万1000メートルで、大気圏に再突入し、熱は最大で2200からに摂四480度まで達した。 再突入から14分弱でパラシュートが開き、指令船は霧水麻水島の南西 350km に着水した。ケネディ宇宙センターの発射台を飛び立ってから290時間37分6秒後のことであった。指令船は空母コ根デロガに回収され、着水から37分後、飛行士らは無事回収船に乗艦した。 小型衛星放出の概念図 PFS-2 は、機械船から月周回軌道に放出された小型人工衛星で、主な目的は地球を周回する衛星としての月の家電粒子や磁場を測定することであった。これは8ヶ月前にアポロ15号で放出された PFS-1 と同一のもので、両者とも金月点 89km から円。 月点1ガツテン2 2トルの楕円軌道で月を周回した。だが奇妙なことに PFS-2 の軌道は急激に変化した。1.5から2週間のうちに月面まで9 7キロメートルという至近距離まで接近したのである。その後また軌道を変えて金月点は4 8トルまで遠ざかったが、それも長くは続かなかった。衛星は 次第に月に近づいていき、1972年5月29日、35日間で軌道を425周しただけで PFS-2 は月面に墜落した。後年、月を周回する多くの人工衛星を研究した結果、科学者たちは低高度の月周回軌道は不安定なものであることを発見するに至った。 当時の研究者たちは知らなかったことなのだが、PFS-2 は軌道傾斜角が11度という最も不安定な軌道の一つに投入されたのである。これはこの後に発見された傾斜角27度、50度、76度、86度の凍結軌道という安定した軌道とは大きくかけ離れるものであった。合衆国宇宙ロケットセンターに展示されている 司令船月面に置かれた16号の名番回収船タイコンデロガは1972年5月5日に司令船をカリフォルニア州サンディエゴにあるノースアイランド海軍航空基地に届けた。同年5月8日、海軍の格納庫内でタンクに残っている有毒な姿勢制御用ロケットの燃料を抜き取る作業をしていた時爆発事故が発生した。 この事故で46人が病院に搬送され24時間から48時間の集中治療を受けた。ほとんどの負傷は有毒ガスを吸い込んだことによるものであった。最も重傷を負ったのは整備用の台車が転倒してきたことにより室外骨を骨折した整備員だった。爆発により250フィート上にある格納庫の屋根に穴が開きガラスが40枚割れた。 司令船にも外反の1枚に3インチほどの亀裂が入った。16号の司令船キャスパーは現在はアラバマ州ハンツビルの合衆国宇宙ロケットセンターに展示されている。着陸船の上商談は1972年4月24日に切り離されたが高度のコントロールを失い制御不能になった。その後1年ほど軌道を周回した後月面に 墜落したが、落下地点は長い間不明だった。だが2015年11月、ジョンズ・ホプキンズ応用物理学研究所のジェフ・プラッシュや、が、ルナー・リコネサンス・オービターが撮影した写真から、エスイブブの衝突地点を発見したと発表した。デュークは、月面地図などの飛行で使用した小物を、ジョージア州ケネソーのケネソー州立大学に寄贈した。 彼は月面に記念品を二つ置いてきており、どちらも写真に記録した。最も有名なのは、プラスチックのケースに収められた彼の家族の写真である。写真の裏には、彼の家族からのこのようなメッセージが書かれていた。これは1972年4月に月面に着陸した惑星地球から来た宇宙飛行士リュークの家族です。もう一つは、 1972年に空軍が創設25周年を記念して発行したメダルであった。デュークはこのメダルを2つ手に入れ、1つは月面に置き、もう1つはライトパターソン空軍基地の博物館に寄贈した。2006年、ハリケーンエルネストがノースカロライナ州バスを襲った直後、11歳のケビン・シャンツェ少年は自宅近くの海岸で金属片を発見した。 シャンツェと彼の友人は36インチほどのその平らな金属板の表面に何かの印が描かれているのを見つけた。詳しく調べた結果、かすれてはいたものの、それはアポロ16号の計画の希少であることが分かった。その後 NASA はこの金属片が16号のサターン5型ロケットの一部であることを確認した。二0 1年七月、 NASA の求めにより、金属片を返却したとき、16歳になっていた、シャンツェ少年は、引き換えとして、ケネディ宇宙センターのすべてのツアーへの無料参加券と、スペースシャトルの最後の飛行である ST、STS-135 の発射を見学する、際の VIP 席を手に入れた。ありがとうございます。